浅上美穂の YouTube ですね。収益記念すべてを話します。私はこうして収益化した編ドンということでね、はい、第4回目です。夏はまだ続く、暑い夏はまだ続く、噛んでる噛んでます、このままいきます。これね、はい、ね、1回目はね、8月2日ジャンル選曲しましたね。そして8月9日ハッシュタグ選曲しました。そして8月16日海外選手しましたね。はい、ということで今回は、ライブ選手。まあ、これもね、200名近く増えたと思われてる原因ですね。これ何か。自分がライブするんじゃないんですよ。ライブに参加。これです。わかりやすいね、ライブ。だから自分でライブをするのはちょっとね、やっぱりね、一応その、あ、なんだろう、YouTube で、まあ、スマホを持っている人は分かると思うんですけど、まあ、登録者1000人以上になってから使えますよっていうね、あの表示が出ると思うんですよ。まあ、アプリ使った配信できるようになると思うんですけど、私はね、1000人超えてからね、ライブをしようと思ってたんで、ライブは全くしてなかったですよね。まあ、テストでちょっといろいろいじって遊んだ時はありますけども、実際基本的には本格的にはやってないということでございます。で、ライブ戦術。ね、これは、2パターンがあって、自分が1000人超えてからライブするパターン。それはちょっと置いときますね。また、来月、再来月、自分がライブした時のことを話さなきゃいけないで、まあ、体験してないことを挟むとおかしいんですね。で、今回はね、ライブ戦術、ライブに参加する。これ大事です。いろんなところでライブしてますよね。自分がライブするときにね、参考になるんです。どのライブがいいのか。どのライブが悪いのか。ね。はい。で、言いますよ。基本的に、僕がクエスチョン、今までいろんなライブ見てね、クエスチョンだったのは、無人ライブ。誰もいない。ただ動画が流れてる。これちょっとね、弱いと思うんですよね。わかります？弱いですよね、やっぱりね。本人の、その、配信主さんの、ね、YouTuber さんの顔とか、イメージがわからない。ちょっと弱いと思うんですよね。一回行って、もう一回行くかってちょっとクエスチョンですよね。うん。あと、喋らない。これもちょっと弱いんですよ。まあ、人は当然ね、その中でコミュニティが出来上がってるんで、何人かは来るようなんですけど、ちょっと弱いんです。無言はちょっと辛い。無人無言はちょっと NG なんですよね。はい。私が見てる限り。やっぱり、人がいて、喋ってる動画。これが一番ベストです。人がいて。ただし、人がいても、いろんな人が出てくるね、こう、あれ動画あるじゃないですか。ストリームヤードみたいなね、あなたもここまでみんなで会話しましょうの。あれはまたね、この自分一人でやるパターン、この2種類あるんですけどね。参加、本当にそのライブに参加して上がっていってみんなでワイワイするのと、あとは、自分だけで語るパターンね。この2種類があると思うんですけど、私はね、ライブするときはこれとこれをね、両方毎月1回ずつしようとは思ってます。で、その中でね、やっぱりその、やっぱこの横のつながりっていうのはやはり情報を共有しやすいんでね、これはいいと思うんですよね。なり合いとかそういう意味じゃなくてね。で、あと自分でやっぱりね、配信してるとこにたくさんのその人が好きで、トークしてるとこに入っていくとどうなるかというとですね、万が一このね、この方がですよ、ライブしてる方がですね、あなたのことを気に入ってくれたら、ガンガンに宣伝してくるわけですよ。私経験あります。ある方のとこ行ったら私のことガンガンに宣伝する。ね。めちゃ嬉しいわけですよ。私としては普通に何気なく行っただけなのに。ね。ちょっとなんかメールとかにちょっと私のあれなんでみたいな。ちょっと遊びに来てくださいよとかね。コメント、私の動画のコメントに。ちょっとライブするんで遊びに来てくださいよって言って。行くと、大歓迎。たまに、ボコられる時あります。アンチの巣に来てしまったって時もある。それはそれで飯馬です。アンチが流れてくるんで。一応数大事なんで。でもほとんどの場合はね、すごくね、大事にされてね、宣伝して、それで増えていく。これですよ。ライブ選手。ライブに参加する。ね。これ、あとね、なるべく平和なライブに参加しましょう。だ人の悪口を言ったりね、ディスったり、炎上系とかね。そう、迷惑系はやめといた方がいいです。もう、心病みますから。まさかみは心、鉄板なんで。
鉄のハートなんでやまないんですけども、大抵の方はね、鬱になったりね、心折れたり YouTube やめちゃったりするんでね、平和でニコニコしてる方のところに行くのが一番ベストですね。笑顔の人見たら笑っちゃいませんかね。ですよね、やっぱりね、ちっちゃい子供が笑ってたらなんかもらって笑っちゃいますよね。楽しい人がいたらなんかこうね、映って笑っちゃいますね。怒ってる人はだんだんムカついてくるとかね、文句言ってるとだんだん俺も文句言いたくなったわってなってくるもんなんでね、もう目に入った視野に入ったものに影響すごくね、人って受けやすいんでね、やはりこれが大事ですね。ということでライブにどんどん参加するって言ったらね、もうね、日本しかみんな見ないの。ダメ、海外も見ましょう。世界は広い、世界70億ですよね。知ってます、皆さん、YouTube のユーザーね、YouTube を、まあ、YouTuber の方、まあ、YouTube を見る方含めて何人いるか知ってます？何人いるって。ね。20億人ですよ。わかります？もう。ね。日本の中って1億2000万人しかね、そのうちこういうのやってるってごく一部なんですよ。でも、世界では20億人の、ね、方、20億人ね。20億人でも分かんないでしょ。20億人とかなんか、もうなんか100人超えたらもう10人でもパニックるのに、20億人ですよ。その方々がね、いる世界になぜ飛び込まない？皆さん、英語分かんない、スペイン語分かんない、ね。いいですよ。行きゃいいんだよ。なんとなく雰囲気分かるから。みんな笑顔でライブしてますよ。ね。行きましょう。この当然この海外戦術とライブ戦術って被ってるんですけどもね。これがタッグ組むと400ぐらい数字取れるんで。もう私のリアルしか喋ってないんでね。だいたいまあこうね、だいたいもうね、もうこんな感じですよ。私が増えたパターンで。で、プラスアルファはね、勝手になんか、どういうわけかたまたまおすすめに出てきたから見たっていう方がね、200名ぐらい使わってですね、200名使って今1000ぐらいになってるんですけども。大体住み分けってこんな感じです、わしゃがみの。まあ、だからおすすめ出てくるっていうのは、やはりね、ずっと努力し続けたって感じですよ。まあ、ここら辺は仕込んでいった、仕掛けていったっていう形になっております。どうでしょう、皆さんやってみたらどうでしょうかね。もうね、やはり。でもまとめに入ってください。来週まとめなんて。来週言うことちょっと喋っちゃった。とりあえずね、ライブ選出。ね、行くんですけど、まあ、海外行った時僕ね、ずっと日本語でやってたんですよ。こんにちはとか。ね、ちょっと気の利いた人はね、ローマ字で打つんです。でも最近変わりました、まさかみ。ヘローって打ってます。ヘローみたいな。マイフレンドヘローって。まあ、海外のね、ライブをずっと見てたら、やっぱりね、ヘローマイフレンドグッドアフターンっていうね、声とかね、コメントがこう飛び交ってるんでね。やっぱりね、そこはですよ。そこら辺はね、映ってくるっていうか、覚えてくる、自然と。本当に。やっぱね、リアルで覚えてくるのいいですよ、自然と。やっぱね、だから普通にも、ヘローって打ちますしね、グタフタヌーンって打ったりね。打つことになったらひたすらね、自分の裏側張ってますからね。コピペコピペで。まさがみ、全部まさがみの。まさがみのとこ。でもね、海外の人って怒んないんですよ。ほとんどの人が自分の裏を張ってるんで、本当によっぽどじゃないとバンされないんで、このね、おもとのブロックされないんで、もうね、裏を張るなら、世界のライブで。来るんですよ。だから、そしたら。あ、もうずっと増えてますよね、ここのとこ。1日10人増えて、5人増えて、10人増えて、5人増えて。あれね、ほとんど海外の方がね、見に来てくれてね、登録してくれてそのまま見るんですけど、ちょっとあまりにも見る時間が短いとかね、その登録が消されるみたいで、ね、僕はいちいち登録しに行ってないんですけど、僕は勝手に来て、登録して、ね、消えていくんですけども、大体ね、コンスタントに大体5人ずつずーっと今後とこね、増えていくのが多分ね、ずっと見てくれてる方はね、不思議だと思うんですけども、そういう感じはこれです。この海外でのライブに参加してるからです。はい。これもうぶっちゃけとくこうです。はい。で、あとはあなたの努力したいと、どれだけそこに時間を持っていけるのかっていう話ですよね。はい。もうそんな感じですよね。こうやって感じでこれ、やりましたけども、実際ね、当然ね、いろんなね、優しいね、先輩の YouTuber さんがいろんなことを教えてくれたからこうなったんであって、なかなかね、こういう形になるまで、右往左往してたんで、結構1年半かかりましたけど、ここ半年で一気に、半月でね、
ね、400名で増えたっていうのは、これを総合して、これ全体の数字なんでね、全体としてこういうふうに増えてきたっていうのはね、やはりこう全体の厚み、ボリュームがこうね、こう積み重なってきたものだと思います。ということでね、いかがだったでしょうか、ライブ戦術。ね、あなたもね、はい、どんどん動画を、ね、見に来てた時に、ね、来てくれた時にね、なかったらダメなんで、海外の人に受けようと思ったら、寿司食べてください、寿司。くるくる寿司でもいいです。今からね、どっかでくるくる寿司、100円寿司行ってね、バーッと並べてこうね、お土産パックでそれを食べるだけでもね、海外の方見てくれます。寿司、寿司、寿司って書いてくれますよ。本当に。ワンダフォーって書いてくれるんでね。本当に嬉しいんで、まあそうですよね。じゃあ動画を出す、ハッシュタグを押す。だからハッシュタグの中に、寿司、芸者、藤山ありだと思います。これ。海外の人は見てるんで、僕の知ってるね、有名な方でね、ずっとね、忍者、忍者、忍者って書いてきた人いたんですよ。やっぱ今ね、何十人おら、30万人ぐらいいます。初期の頃からずっと忍者に関係ないんですよ。でも、なんかひたすらエアガンの方なんですけど、忍者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 って書いてあるんですよ。忍者、忍者、忍者って。ほんで、今やってるんですよ。これ忍者のマークとか入れてたんですよ、ここに。で、忍者、忍者、忍者って入れたら、やっぱりね、そこでもね、海外の方来てくれてるんでね。やはり、寿司、芸者、藤山、忍者、刀、これね、侍、武士、OK。ハッシュタグに入れていただいたらどうかなと思いますね。はい。それであと、ね、刀とか僕、B2品として持ってるんですけどもね、そういうのはもらったもんなんですけども、大丈夫です。そういうのをこう出したらね、凶器と判断されて、ね、ちょっと危ないんじゃないかって言われる意見結構あるんですけど、B2品としてね、海外の方、やはりね、YouTube の方見てくれて本当にありがとうございます。結局それ NG にもバンにもなるわけで、ずっと動画残って収益化もできてるんでね。やはり日本の刀は素晴らしいということ。芸術作品でございます。それで今ね、切ったり貼ったりしてるわけないでしょ？ね、戦国時代と違って。ということでね、いろいろ言いましたけどもね、今回はライブ戦術。ライブに参加しよう！コメント書こうみたいな。ね。そんな感じ。嵐行くとはろくなことないんでね。嵐はダメですよ。基本的にはみんなと仲良くやっていくっていうのが大事だと思います。こんな感じでね、第4回終わりました。ここまでのことね、見てるだけじゃなくて必ずやってくださいね。必ず。で、やったら必ず戻ってきて、ここの YouTube のすべの方に、うまくいきました、これこれでうまくいきました、これでうまいこといきましたって書いてください。それを見た人が、安心してまで真似することができます。で、どん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 みんなで良くなっていって、日本の YouTube のレベル、YouTuber レベル、上げていきましょう。みんなでね、どんどん上がっていきましょう。なんせね、世界には20億のユーザーがいる。この20億取りに行きましょうよ、みんなで。ね、日本国内で1000や2000で、ああでこうだ言ってるんじゃなくて、20億取りに行きましょう。そういうことでございましたね。ではね、来週はですね、全体的な戦略ということでね、今までの総合、的なお話とね、あとまとめとですね、今後のまさがみの戦略戦術語っていきたいと思います。それでは皆さんごきげんよう、まさがみ龍鳳でした。